キャスター2を、スカウト B の第2弾として使用した場合の、模式図キャスターは、サイオコールの固体燃料、ロケットシリーズである。アメリカ陸軍向けに、ジェット推進研究所が開発した、MGM-29 サージェント地帯地ミサイルを、原型として、アメリカ航空宇宙局が、小型人工衛星打ち上げロケットスカウト用、第2弾として開発したキャスター I を起源としている。 スカウトの格段モーターには構成の名称が与えられており、これに従いキャスターは双子座アルファー製カストルにちなんで命名された。日本ではナスダ系の M シリーズの個体ロケットブースターに採用された。1960年9月2日に飛翔したスカウト X の第2弾として使用された。全長19.42フィート、直径2.6フィート。 燃焼時間は27秒である。スカウト X の第2弾として使用されたほか、一部のソアジェナ D やデルタ D からデルタ J までのデルタロケットの第1弾、ストラップオンブースターとして使用された。キャスター I は141回飛翔したが、そのうち失敗は2回だけであった。最後の使用は1971年である。キャスター II は、 キャスター I のモータ長を5.96メートルから6.27メートルに拡張した増強型である。1965年のスカウト A に初めて使用され、1994年のスカウト G の最後の打ち上げまで使用された。キャスター II は前述のスカウト以外にソラドアジェナやデルタ L 以降200番台までのデルタロケット、その派生型である日本の NI。 N2、H1 ロケットのソブとして、また、ストリッピー r や,やストリッピーバヤの第2弾として、使用された。弾道ミサイル用再突入技術実証目的で、開発された、弾道飛行ロケットアテナエッジの第2弾として、開発されたのが、キャスター4である。キャスターイや、キャスター2から直径が1メートル、モータ長も9メートルまで拡張されている。 水力変更制御能力の有無によって、キャスターアイバとキャスター E 部分に分けられ、また、それぞれに、モータ長を9メートルから12メートルへ拡張した、XL 型が存在する。TVC 能力を持たない固定ノズルのキャスター4が、キャスターアイバである。キャスター4から、モータ長が0.1メートル拡張されている。キャント角がついた、キャスター i b は、 4000番台と5000番台のデルタ、6000番台のデルタ2、アトラスイアズ、1600番台のコネストがで補助ブースターとして用いられ、また、キャント角のついていないキャスターアイバはオービタル、サイエンシズ社の弾道飛行ロケットプロスペクターとして単体で用いられた。キャスターアイバの全長を1.43メートルから1.8メートルまで延長した拡張型が、 キャスターアイバ XL である。アトラスよびコネストガの補助ブースターとして開発され1992年と1993年にテストが行われ成功したもののそれらのロケットに採用されることはなかった。1990年代後半に HE やロケットの個体補助ブースター用として複数候補の中から選定され、 2022型や2024型での打ち上げで用いられた。HEA への採用にあたり、指令破壊系装置の変更、コア機体結合部の SRBA との共通化、モータケースの補強、ノズル膨張比の拡大とキャント格変更、ノズルスロート材の 3DC、C への変更等の回収が行われた。HEA の運用が、 三菱重工に移管され生産ライン簡素化のために SSB 使用バリエーションの撤廃が行われ2008年の14号機以降 SSB は用いられなくなった TVC 能力を持つキャスター4がキャスター e 部ーブブであるヨーロッパ宇宙機関の観測ロケットマキシスの第一弾として開発された また、スペイン発の人工衛星打ち上げロケットとして1992年に計画されたカプリコルニオでは第1弾の補助ロケットとしてキャスター・イーブブを使用する予定であったが1994年にこの計画は中止された。ピーター・ディアマンデスが創設したインターナショナルマイクロスペース社の低コスト人工衛星打ち上げロケットオーベックスの第1弾として キャスター・イーブブを元に開発されたのが、キャスター・イーブブ XL である。1991年と1993年に、正常に飛翔した。トーラス XL ロケットの、大冷弾ブースターとして使用されるキャスター120。キャスター120は、ピースキーパー弾道ミサイル用の第1弾、ロケットモーター SR118 の民生用。 派生型であり、既存の技術を活用することで信頼性の高い、中型ロケットブースターとして開発された。末尾の120は、計画段階における補助ロケットの質量を1000ポンドを単位として表したものであるが、モータケースへの炭素繊維強化プラスチックの採用によって、計画時よりも3000ポンドほど軽量になった。可動ノズルによる TVC 能力を持つが、 固定ノズル化することも可能である。ロッキードマーチンの小型人工衛星打ち上げ、ロケットアテナ I の第1弾として最初に使用され、増強型のアテナ I では第1弾と第2弾に使用された。他に OSC のトーラスの第0弾ブースターとして用いられる。キャスター120をベースに低コストかつロバストな上段ステージとして開発が進められたのが、 キャスター三十である。OSC が商業機動輸送サービス用に開発したアンタレスロケット用の第二弾モータのほか、ロッキードマーチンのアテナ IC 用の第二弾モータとして採用が予定されている。二千九年十二月十日に米空軍アーノルド工業開発センターにおいて初の航空燃焼試験が行われ、二千十三年四月にアンタレスロケットの初号機で 初使用された。キャスター32は、30A、30B、30XL の3タイプがあり、アンタレスロケットの打ち上げ能力向上のために順次、切り替えられていく。30A は、長さ138インチ、直径92インチ、重量3万ポンドであり、長さを延長するとともにノズルを延長して、打ち上げ能力を増強した 30XL では、 長さ236インチ、重量58000ポンドになる。ありがとうございます。